にちは、ヨッシーです。本日はですね、自分的に気になっていたことをなんとなくこう考察してですね、皆さんに話したいなと思ったので、それについて話そうと思います。今回お話だけになります。ラジオみたいな感じで音声だけで聞いてもらって構いませんというか、そういう感じで聞いてもらった方がいいかもしれません。特に何かコーディネートの紹介というわけではありません。今回はですね、インターネットとインスタグラム、ファッションを殺したのかということについて僕的にお話ししたいなと思いました。なぜ、これを思ったかというと、情報の取り方というものがどうしても変わってきているように感じるからです。で、これについてですね、以前は良かったとか今が良くないとかっていうことを言うつもりは特にありません。両方いい点と良くない点というのが混在していると思いますので、過去は過去、今は今っていうふうに受け止めておりますし、僕はいろいろ考えた結果今の方が好きっていう感じになってるんですけど、それについてお話ししたいと思います。まずですね、僕ら世代ですね、30代中盤ぐらいとか40代ぐらいの方、僕とほぼほぼ同世代ぐらいの方に割と同意を得られるかなって思う内容なんですけれども、最初はこの10年から15年ほどで情報の取り方っていうのは大きく変わってきてるんですよ。今回ファッションのことを中心に話すんですけれども、僕らの時っていうのは情報を得るという時にインターネットがなかったわけですね。まあありはしたと思うんですけれども、それほど一般的にユーザーの分母が今ほど多くなかったというような状態だったんですね。で、それでファッションの情報をどうやって取るかというと、雑誌だったわけですよ。雑誌とあとはまあテレビというか、そうですね、テレビに出てる例えば芸能人の服装をチェックするとか、そういう形になるんですよ。で、あとは住んでるところのアドバンテージっていうのはすごく大きくて、都内とかに生まれてこっち都内の方とかで育っていれば、お店に直接行けるわけですよ。見に行ったりできるんですけれども、僕は思いっきり地方出身者、僕岩手県出身なんですけど、思いっきり地方出身者、ど田舎育ちからするとですね、例えば雑誌を買いますよね。雑誌を買って、いやこの服すごいかっこいいと、めちゃめちゃかっこいいと、もっとね、めっちゃ生って言ってました、すごいかっこいいと言ってなかったかもしれない、マジかっけえと言っていた時に、例えばこう気に入ったジャケットがあったりしますよね。このジャケットかっこいい、どこで売ってんのかなっていう見ると、なんとか渋谷店とか書いてあるわけですよ。渋谷ないよねっていうね、ないというか、もう行けないよねっていうような距離感だったりするんですね。で、どこのお店っていうのは分かるんですけど、そのお店、なんかその雑誌を買ってるとこのお店の名前はよく聞くなとか、東京にはこういうお店があるんだなとか、なんとかさんがやってる何々があるんだなっていうのは雑誌で知るんですね。全て雑誌で知ってたんですよ。なのですごく影響力が大きかったわけです。で、その中でですね、ストリートスナップっていう特集があったりしたんですね。素人のっていうか、街を歩いてる人のスナップを撮って、おしゃれな人を見つけてスナップを撮って、その人たちをバババババババッとこう乗っけていくっていう、ストリートスナップっていうのが多分今でもね、僕全然雑誌買ってないからあれなんですけど、雑誌とかでたまにやったりもするんじゃないかなと思うんですけど、僕らの時めちゃくちゃ盛んだったわけですよ。で、僕が社会人になって東京にこう出てきましてですね、で、それで街を歩いていて、で、スナップ隊というかカメラを構えた人たちがこういるわけですよ。そこをみんなこうね、なるべくキメッキメの格好でこう歩いてっていう風な感じで、まあよかったらパシッと撮られて雑誌載って、で何回か雑誌載ると常連みたいな感じになって、で一般人なんだけど有名人みたいな人が何人かこうポツポツといたわけですね。今も多分島にいらっしゃると思うんですけど、奈良裕也さんとかはその最たる存在でですね、僕ら世代の有名なスナップ常連者だったわけですね。そういう感じの、特に雑誌、これが言いたいところなんですよ。僕らは本当に雑誌だったんですね。めちゃくちゃ売れてたんですよ、自分らの時って雑誌が。だから逆に言うと、大人の事情で流行を左右は思い切りされていたと思います。操ろうと思えば広告業界、大きいところが
流行りって作れちゃうので、いろんな裏側の話を聞いたことがあるんですけれども、あ、これって作られてたんだっていう流行を何個も聞いたんですよね、内部の人から。後でですよ、意外と最近になってから聞いたんですけど。だからまあそれが本当嘘って、まあね、マジで内部の人だから嘘ではないと思うんですけど、あの思い切り踊らされてたんだなっていうのを今になって知るという、それをあの別にいい悪いじゃないんですけどね。雑誌で情報を得るというような時だったんですよ。で、あのさっきも言いましたけど、スナップって言ったじゃないですか。だからそのストリートスナップに僕らは移りたいわけですよ。移りたかったんですよ僕は、はい、何度かね、何個かの雑誌に載ったことはあるんですけど、あのそれでですね、それに乗るためには人とやっぱちょっと違う格好をする必要があったんですね。まああの撮る側になると分かると思うんですけど、じゃあ誰を撮ろうかなと思った時に、あの同じような格好の人ってあんまりこう目がいかないじゃないですか。まあどちらかというと派手な人、あのちょっといい意味で違和感のある人に目がいくと思うんですね、写真撮る時に。あのそれであのバシッとこう撮られるじゃないですか。でそれ乗りますよね。でその人がちょっと個性的な人だったとするじゃないですか。そうすると、あ、なるほどと、ちょっとやっぱパンチある感じじゃねえとこれ乗らねえなと、あの思い始めるんですね。まあその雑誌の系統によりますよ。そのストリートとかモード、モードっていうか、まあストリートとか、まあモードっぽいのとか、あとはもう思いっきり個性派ですね。ストリートっていう雑誌とか、フルーツとかですね、チューン。女の子はフルーツ、メンズはチューンですね。このあたり僕は愛読賞だったわけですし、僕の身の回りも結構いろいろ乗ったりね、いろいろ関わったりしてたところだったんですけど、まあそれに乗るためにはですね、ちょっとやっぱ、あ、じゃあこの程度のパンチでは足りないなと、これで例えば何かをこう着て、そのね、表参道のあの辺とか歩くわけですよ。あのギャップ前ですね、ギャップ前懐かしい、すげえ懐かしい、ギャップ前であのスナップ舞台がいたりして、ちょっとゆっくり歩いてみたりとかね、今考えるとめちゃくちゃダサい行為なんですけど、ちょっとね本当に乗りたかったんですよ。だからそのお気に入りの服を着てそこら辺を歩くみたいなね。人によってはあの一回歩いて撮られなかったら、あの洋服あの持ってって着替えてもう一回来るやつとかね、いましたからね。本当嘘みたいな本当の話なんですけど、いたんですよ。でそういう感じで、あの個性があると雑誌に乗りやすいよねっていう風潮があったわけですね。あのそうするとみんなこう上乗せして上乗せして、これでも乗らないか、これでもダメか、これならどうだって言って、どんどん個性的になっていくわけですね。なので今から15年前ぐらいとかですね、雑誌のスナップ、古本屋さんとかであったらぜひ見てほしいんですけど、15年ぐらい前のスナップってめちゃくちゃ派手な人多いと思うんですよ。今ストリートスナップに乗ってる人たちとその当時乗ってる人たちっていうのはですね、何が違うって、一番はパンチ力が違うんですよね。ハードパンチャー多かったんですよ、あの15年ぐらい前って。パンチ力あるけど、そのバランスという観点で言うと、今のスナップに乗ってる方たちの方がクロートっぽいバランスの取り方っていうのはすごく上手だと思うんですよね。普通っぽく見えてちょっと変わってるとか、なんかこう明らかに個性的な、まあね、もちろんね、今でも少数そういう方たちもいますけれども、あの全体的に見ての話なんですけど、今の方が全体的におしゃれになってますね、間違いなく。僕らの時、あのマジでダサいやつって本当にいっぱいいたんですよ。あのマジかっていうラインっていう人たちがいたんですけど、今ね、なかなかそういう人たちがいないわけですよ。それで、あの僕らの時はよりこう乗るためにっていうのがおそらく大きかったと思うんですよ。あの実際乗ってたやつらとかですね、あの大人になってからもう一回やってちょっと話したりした時に、いや、なんかあの時はもうそれが命だったみたいな話になって、で、ああなるほどねというようなところもあったので、あの僕個人だけの感想ではなく周りもそうだったんだなというふうに感じました。でこれが15年ぐらい前の情報の取り方です。雑誌なんですよ、とにかく。でそこからですね、インターネットが普及してきまして、10年くらい前ですかね、10年くらい前から SNS とか結構発展してきたと思うんですね。10年くらい前だとおそらくミクシーとかそういうものになってくると思うんですけど、その辺がこう発展してきて、ミクシー懐かしいですね。マイミクみたいなね、日記みたいな、そうね、なかなかこう今ね、その TikTok でやってる若い子にはなかなか伝わらないと思うんですけど、あのそういうコミュニティ、まあ SNS ですね、 SNS があったんですよ、ミクシーという。あのパズドラ作ったのはミクシーですから、はい。であのそのミクシーがあってですね、
そこでコミュニティっていうところがあったんですよ。コミュニティその名の通り、何かが好きな人同士がお話をする場所があったわけですね。このコミュニティの仕組み、僕今まさに欲しいんですけどね。なんかインスタでも何でもいいから、ちょっとコミュニティっぽいのがちょっとあるといいなと思ってるんですよね。ツイッターでもいいかもしれませんけれども、まあ今ね、自然と何かが好きな人同士つながったりはするんですけど、でも人の趣味って一つではないじゃないですか。音楽ならこのバンドが好きだけど、服ならこれが好きなんだよねとか、あとはその飲食店ならこんな感じが好きなんだよねとか、人によりけりじゃないですか。全く自分と同じ人間っていうのは一人も存在しないわけですから。だから例えばそのコミュニティに何個も入ることができたんですね。洋服のブランドのコミュニティもありましたし、バンドとかアイドルのコミュニティもありましたし、まあもうなんだろうな、なんとかあるあるみたいなのを言い合いまくるだけのコミュニティも、自分でコミュニティというのを作れたんですよ。管理人になれたんですよね。だから大好きなお店のコミュニティを作ったりとか、そういうものもあったんですね。でそれにこう人が集まってくるっていう、小規模なグループがいっぱいこうできて、その中で例えばですけど、すごくマニアックなバンドが好きだったとしますよね。もう誰も知らないメタルのバンドが好きだったとするじゃないですか。でその CD を今ね、ちょっと余談ですけど、 CD が売れなさすぎてレコードの売り上げを下回ったらしいですね。いやー半端ないですね。まあちょっと置いといて、CD 例えばそれを聞いてめちゃめちゃいいと思うじゃないですか。大ファンですから。でもめちゃめちゃ好きなものってやっぱり人とシェアしたくなったりするものですから、あのバンドについて話したいなとか、そのバンドのライブに行けばみんな好きだからこう来てるわけですから、もう仲間たちって感じがするのに、ライブが終わるともう日常に戻ってしまって、あのバンドの話をできるやつが周りにいないと、この世の中はクソだと思ってしまう時があると思うんですね。僕にもあったんですけど、マイナーなものを好きすぎるがゆえの孤独というものもあるんですよ。しかしですね、そのコミュニティに入るとライブ会場なんです。言っちゃえばライブ会場の人たちと会話をしている状態なんですね。なのでそれが好きな人たちといつでもこうコミュニケーションを取ることができたんですよ。そういう流れがあって、やっぱ自分の身の回りでもそのインターネットにハマっていく人たちがやっぱいてですね、でその中でやっぱファッションのコミュニティもありました、ブランドのコミュニティもあったので、何年のコレクションがすごい良かったよねとかっていう語り合う場所があったわけですね。でそんなこんなでミクシーがだんだん衰退していって、でまぁ、ちょっと話飛びますけど、インスタグラムがこうボーンと来たわけですね。何インスタってってなりましたけれども、まあとりあえず始めてみてですね、で写真投稿っていうのがなかなか新しかったわけですよ。まあこれも 4G が進化してきて、まあ、写真がそんなに重くなくなってきたからっていうのもあると思うんですけれども、まあそういう技術の進化とかでですね、写真投稿アプリみたいな、まあ写真に特化した文章とかより写真ですよね。ファッションってやはり言葉より見た目というか、まあ着るものですから、視覚効果が強い媒体の方が盛り上がると思うんですよ。なのでファッションとの親和性、インスタグラム非常に強くてですね、そこでブランドの公式アカウントというものがやはりあったり、あとはそのブランドをよく着てる人たちがいたりっていうような状況が今の状況に近いですね、起こってきたんですね。でその自分の好きなブランドのコレクションが雑誌を買うことなく見れるようになったわけですよ。ブランドって例えば 19AW とかっつってこうルックをこう乗っけたりするわけじゃないですか。でそのブランドを扱ってるお店とかもそれの紹介をしたりしますよね。ただ写真投稿のアプリなんで宣伝感があんまなくて、いい意味でやらしくないと思うんですよ。他の媒体だと広告って感じで出てくると、商売っ気がありすぎると大ファン以外は多分もうペッてこう引いてしまうところがあると思いますんで、商売っ気を消しながらプロモーションするっていう意味ではインスタグラム、ファッションと非常に親和性が高いと思うんですね。でそれが流行していって、で身の回りの人たちもそういうのをこうやりながらですね、ファッションの流れもこう変わってきたというような形になってくるんですけれども、その中でインフルエンサーという人たちが生まれましたね。もうフォロワー何万人もいる、一般人だけど有名な人。あれなんかね、前さっき僕が言った15年前で言えば雑誌によく載ってた有名人みたいなね、まあ立ち位置的には似てると思うんですね。
あのそうなんですよ、当時この雑誌に超載ってた人たち、もう雑誌を開けばこの人が載ってるぐらいの一般の人っていうのがいて、その人が着てるものってちょっと高くなったり買いにくくなったりする傾向があったんですね。インフルエンサーもそうっすよね。例えばめちゃくちゃ影響力のある人が着てるものとか買ったものってすごく真似して買うフォロワーさんたちがいるわけですよ。そうなってくるとそれが売れますよね。その売れるっていうのに目をつけた人たちが企業なんですよ。で、企業が芸能人を使ってプロモーションするのと一緒で、そのインフルエンサー、あの何万人も影響力のある人たちを使ってあのプロモーションをし始めたんですね。で、まあそれがまあ若干炎上のこう理由になったりする人もいるわけですよ。何々がおすすめですとかって今まであの好きなものしか紹介してこなかった人が急にこう案件をこう抱えるようになって、じゃあこれのブランドのこれいいですよと、でそれがこう案件だと分かった瞬間に叩かれるみたいなねものがあったりするみたいなんですよね。なんか僕からするとちょっとよくわからないっていうか、まあ信用してたのにっていうことだと思うんですけれども、まあその人もね、多分ですけど全然気に入ってなかったら発信しないと思うんですよ、さすがに。どうなのかな、気に入ってなくても発信するのかな、ちょっとねその辺の感覚は僕にはわからないんですけど、あのまあいいよねって思ったら多分紹介すると思うんですよね。あのでも良くないねと思ったらそれ断るんじゃないかなと思う。まあ金額によるのかな、わかんないんですけど、まあそういう感じでこうなんかこう炎上してしまったりとか、もう逆にそれは燃えちゃった人がかわいそうだなとも思うんですけど、まあそういう影響力がある人がいるわけですよ。で今みんなスマートデバイスを持ち歩いてますよね。一人一台スマートフォンを持ってますから、情報の取り方っていうのは圧倒的にスマートフォンになってるんですね。何が言いたいかというと、現代のファッションレベルっていうのは先ほども言いましたけど、全体的なレベルっていうのは底上げされてると思うんですよ。なぜかというと、そのインスタグラムの影響もありますし、もっと言うとファストファッションの影響が強いですね。ユニクロとかあの H&M とかですね、 H&M が日本入ってきたのが確か10年ちょっと前、13、4年前なんだと思うんですけど、その時にですね、まあ安くてその年っぽいものを買えるっていうのは結構革命的だったわけですよ。それより前ですと、どうしてもその年っぽいものっていうのはコレクションブランドとかがやっていたので、やっぱ流行りに乗ったものを着るということは結構高い買い物をしなければいけないというような状態だったんですね。なのでファッションそのものっていうのはある意味ハードルが高かったんですよ。なので今はザラとか、H&M とかそういうのでも、特に女性はそういうのを着ててもとっても可愛かったりとかおしゃれだったりとかするじゃないですか。ね、メンズだと全身だとちょっと微妙だったりするというのが僕の持論ではあるんですけど、ちょっとね全身はやめた方がいいと思うんですよ、ファストって。だからまあそれはちょっと個々の考え方にもよるんですけれども、ただその年っぽいものだとか、ある程度シンプルでまとまりのあるものっていう感じでよければ、今ねめちゃくちゃ安上がりにできるじゃないですか。なのでファストのおかげでファッションそのもののハードルというものは一気にガンと下がりましたね。下がったので、マジでダサい人っていうのが減ったんですよ、このおかげだと僕は思っています。そしてですね、マジでダサい人が減ったっていうのと、超おしゃれっていう人も減ったというようなイメージがあります。これおそらく賛否両論あると思いますし、お前の主観だろと言われればもうその通りなんですけど、もうこれが自分がどう思うかっていうことを今話してますんで、ちょっとね自分の偏見というか、もう偏った考え方と見方になってしまうんですけども、そう僕は思います。なぜかというとですね、同じような感じになっちゃうんですよ。これがインスタグラムのせいだと僕は思っています。以前であれば、その例えばですけど、デザイナーと外の世界っていうのはそんなに繋がっていなかったわけですよ。例えば記者の人が、ファッション系の記者の人が来てデザイナーにインタビューして、それが雑誌に載るっていうのがあって、初めてそのデザイナーの人の声が見れるというような状態だったんですね。なので外の世界との結びつきっていうのはデザイナーの人ほとんどなかったわけですよ。なのでインターネット以前のデザイナーっていうのは本当に作りたいものとかを作っていたのではないかなと僕は感じるんですね。もちろんいろんな影響は受けるとしても、今ほど
何でもかんでも見れる状態ではなかったので、割と自分の内面と向き合って創作することができたのではないかなと思うんですよ。現在はですね、もうパッと見ればいろんなコレクションブランドのものも見れますし、あと一般の人がどういうのを好まれるか、まああとは簡単に見ようと思えばインフルエンサーの人たちだけを自分の作ってる系統に近い人たちとか、そういうまあメンズならメンズに絞って、まあ30-40人とかバババババッと見ればどういうものが売れていてどういうものが需要があるかっていうことは分かっちゃうわけじゃないですか。なので需要に寄せて作ってしまうところもあるのかなと思うんですね。コレクションを見てて思うのは、今も僕コレクションはチェックするんですけど、いろんなブランドが結果的にちょっと近くなってきてるなというような感じがするんですよ。まあ、たまにぶっ飛んでるブランドもありますよ。もう気にしないっていうブランドもあるんですけど、ね、影響を受けてるなっていうブランドはやっぱ多いわけですよ。なのでオリジナリティという観点で言うと、インターネット以前のコレクションの方がパワフルで面白かったかなと自分的には思っています。今はちょっとこう近くなっちゃうことがあるのかなっていうような感覚がありますね。先ほどデザイナーと外の世界というのは接点がないっていう話をしたんですけど、まあ、以前であればそのデザイナーがその自分と向き合って作ったものがリリースされるじゃないですか。で、僕らとしては物を見て買うかどうかという意思表示しかできなかったんですよ。買うかどうかそのものが意思表示だったんですね。で、結果それが売れればブランドは生き残りますし、売れなければ生き残らないというような感じになるんですね。で、今はそのツイッターとかなんかいろいろ SNS がありますから、なんかこうコレクションを例えばやったとしても、まあ、批判的な意見とか、まあいいっていう意見もいろんな意見がその辺でバーってやり取りされるわけじゃないですか。まあ、デザイナーそれを全部ミュートしとけばいいんですけど、どうしてもこう見て気になっちゃったりするとその声っていうのを全部拾っちゃう可能性がやっぱあると思うんですね。そうなってくると作るもの、自分が作るものなのになんかこう言われて作ってる感のある感じになりやすいのではないかなというのも感じるんですよ。という感じを僕はなんか全体を見ててなんとなくそう感じるというような状態です。まとめるとですね、インターネット以前とか、インターネット創世期ぐらいの時の方がオリジナリティは強かったように思います。デザイナー側も着る僕ら側もコーディネートを何かを見て真似するというより、まあ雑誌を見て真似することはもしかしたらあったかもしれないですけど、乗りたいマインドのある人は真似したら乗らないので、オリジナルを追求しようという形になると思うんですよ。なのでオリジナリティは以前の方が強かったのではないかなと感じます。結局ショップに行かないとわからないっていう現状だったと思うんですよ。行ったら行ったら物がないとかですね、2000年あたりの原宿あるあるなんですけど、ショップに行ったところで服がほとんどかかってない現象って結構あったんですよね。今信じられないでしょ。マジであったんですよ。お店広いのにもうコンコンコンしかかかってなくて、店員もなんかこう出しますね感じって結構あったので、ちょっと今だと信じられないですけど、そんな状態がありましたから、結果行ってみないと分かんなくて、行って会ったらすごい嬉しいみたいな、そういう体験は昔というか以前の方が体験の楽しさ、足で探す楽しさっていうのはあったのかなというように感じます。そして現代ですね、現代のファッションっていうののいいところっていうのは、まあ、ネットがありますから、もう調べようと思ったらそのデザイナーの略歴からその誰の弟子だっていうのから、そのデザイナーにが誰に影響を受けたとか、過去のインタビュー記事が出てきたりとか、コレクションもバババババッと出てきたりとか、とにかく情報が多いっていうところが今のいいところでもあると思うんですね。で、あとは今の方がそのネットで、例えばインスタグラムでいろんな人のファッションとか、それこそ好きなアーティストのファッションっていうのを見れますから、その人の真似をしたりとかっていうコピーはめちゃくちゃ簡単ですね。はい、なのでコピーが簡単っていうあたりで、めっちゃダサいっていうようなラインの人たちがいなくなったのは、とりあえず真似しとけば、インフルエンサーっぽい人たちの真似しとけば変にはなんないっていうところでもあると思うんですよ。逆に言うとオリジナリティの欠落でもあるかもしれないんですけど、まあ全体のレベルが上がったっていうのはすごくいいことだと思うんですね。で、だからなんだって話なんですけど、だから僕が今言いたいのはですね、これだけ情報がもう
以前は雑誌を買うとかっていう自分から情報を取りに行かないと入ってこなかったものが、今はインスタを開くっていうだけでブワーっとこう入ってくるわけですよ。好きなブランドのものも、まあそうじゃないものも、あの広告で出てきちゃったりとかするわけじゃないですか。こういうシャワーのようにもう浴びるように情報がある中から、自分がどれが必要で何が好きなのかっていうのを自分でこう判断する、その溢れてる情報を自分でこう取りに行くっていう、もっと掘りたい人なら自分で掘りに行くじゃないですか。なんかのブランドが好きだったら、じゃあこのブランドはどうなってどうなってどうなってっていうのをね、めちゃくちゃ好きだったら絶対掘りに行くんですよ、自分で。だけどそうしないと、あのただ写真を見てるだけだと分かんないんですよね。あの生地の質感とか、あの作りとかまでは分からないんですよ。実際に着ないと分かんないですけど、割と簡単にポンとこう買ってしまったりとかっていうのもあると思うんですね。そうするとなんかこう寂しいなと感じちゃうんですよ。その感覚がもしかしたら古いのかもしれないんですけど、なんかこう生地の質感とか着た時のシルエットとか、例えば何センチって書いてあるけど生地の厚い柔らかいとか、あとは質感とかパーツで全然変わりますから、何センチ同じサイズ感でも生地が違えば全然違いますから、自分の体に置いた時にどのようなフィットをするとかっていうのがやっぱりですね、実店舗でこう着たりとかしないと難しかったりするんですよ。自分もネットでこう洋服を売ったりしているので、すごくねこんなこと言うのはおかしいかもしれないですけれども、本当はこう対面してこれってこう着てほしいですし、やっぱこうね、その人に馴染むなと、で気に入ってやっぱ買ってほしいっていう思いもやっぱありますけど、やっぱねそういう実店舗ってなるとやっぱ難しいじゃないですか。その家賃とかいろいろな関係があって難しいと思うので、今はそのいろんな人があのネットを通して何かを提案したりっていうのはやりやすくなってると思うんですよ。でだからこう情報が増えてる今だからこそ、自分にとってこの情報がどれぐらい必要で、で自分が好きなファッションをするときに誰かの影響っていうのがやっぱ今ねとっても大きくなっちゃうと思うんですよね。なので選んだもの、買うものは本当に自分で選んだものなのかと、誰かがいいって言ってるものをいいって言っちゃっていないかっていうところをちょっとあの今一度ちょっと考えてほしいなと思うんですね。本当にあなたの選んだものはあなたがその感覚で選んだのか、誰かがいいって言ってたから、インフルエンサーがいいって言ってたから、有名人が来てたから選んでいないか、それでも全然いいんですけど、それが続くと麻痺してしまって自分が何が好きなのかが分からなくなっちゃうんですね。でオリジナリティっていうのが消えてしまうと、どうしてもこう着ていて楽しくなくなっちゃったりとか、そのブランドのテンプレっぽいコーディネート、あのたまにはいいと思うんですよ。あの今日はもうこれで固めようっていう時があるのはいいと思うんですけど、毎回それだとちょっとね寂しいと思うんですよ。あの洋服大好きだと思うので、だからそういう風にですね、自分の選んだもの、買おうと思ったもの、いいと思ったものを一度自問自答して、俺は本当にこの自分の感性でこれをいいと思ってるのかなっていう風なところで見て、で洋服を実際にできれば見て、生地感とかを見て選んでほしいなと。なのでインスタグラムそのものがあのロゴ一発バンとあるような服がバズってしまうのは画面で見て分かりやすいからなんですよね。インフルエンサーとかアーティストが着てて、例えばシュプリームバンってこう書いてあるものっていう、分かりやすいじゃないですか。俺も同じの欲しいと思って買うのは結構自然なことだと思いますけれども、それを本当にいいと思ってるのはあなたかっていうところを、ちょっとねめんどくさいやつだと感じるかもしれませんけれども、何が好きか分かんない、どうしようってなった時に自分と向き合うためには必要だと思いますんで、その感覚を持って、あの今のネットとかですね、インスタとかそういうものに使われることなく使いこなしていって、まあ便利なものですから、最初にも言いましたけど、僕結果的に今の方が好きって言ってるのは情報がどんどん取れるからなんですよ。自分で何かを掘りたいと、この人がどういう経歴はあれなんですけど、どういう人生を歩んできてなぜこれを今作ってるのかっていうことを今調べられるじゃないですか。当時だったらその文献を探すのがすごい大変だったりするんで、今の方はねそういう情報が取りやすいので、自ら取りに行くっていう意思を持っていけば今の方がめちゃくちゃいいわけですよ。便利ですから。なので全然今の方は好きなんですよね。しかし何が好きかわからないっていうタイミングの時は、一度あの本当に自分の感性で選んでるのかっていうことを向き合ってみてもいいのかなと思いました。すっごい長くなりましたけど、盛り上がりすぎて話も取り留めなくなりましたけれども、あのこんな感じで
今日は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram やっております。そちらもぜひよろしくお願いいたします。続けていくモチベーションになりますので、ぜひ高評価と、コメントをいただけると非常にありがたいです。どうもありがとうございました。